アフリキア771便墜落事故は2010年5月12日、ヨハネスブルク発トリポリ行きのアフリキア航空771便がトリポリ国際空港への着陸に失敗し墜落した事故である。771便はエアバス A330 から200によって運航されていた。当該機は乗員11名、乗客93名を乗せて、 ヨハネスブルクからトリポリに向かっていたが、現地時間2010年5月12日の朝、トリポリ国際空港への着陸に失敗した。搭乗していた104名のうち、オランダ国籍の9歳の男児一人を除く103人が死亡した。ヨハネスブルグを離陸してからトリポリ国際空港にアプローチするまでの飛行に問題はなかった。5時58分に、 トリポリ国際空港の管制塔と更新し、着陸体制に入った。6時に高度1000フィートで空港手前へのビーコンを通過したが、指定された通過高度より200フィート低かった。機長は管制塔に滑走路が見えたら報告すると連絡した。771便は最低高滑高度620フィートを割り込んで降下したがパイロットにはまだ滑走路が見えていなかった。 高度280フィートで地上接近警報が作動したため着陸また行を開始した。しかし高度450フィートまで上昇したところで急降下し、機体は滑走路の900メートル手前で地面に激突した。事故機の護衛、温号機は2009年9月に引き渡されたばかりだった。2013年2月28日にリビアの調査委員会が 最終報告書を発表した。報告書によると原因は、パイロットエラーだった。着陸また行を開始した時、機長は機種を12度上げて、離陸水力で上昇を開始した。しかし副操縦士は、機種が上がりすぎていると判断し、機種上げを3度に、するためにサイドスティックを押して、機種を下げようとした。その結果、パイロット2人が、同時にサイドスティックを操作することになり、 操縦が混乱してしまった。そこで今度は機長がサイドスティックを押して降下させようとし、副操縦士はサイドスティックを引いたが、機長はサイドスティックについている操縦を優先するプライオリティボタンを押したため機長の操縦が優先される状態になった。すでに地上が迫っており、パイロットは二人とも急上昇させようとしたが、2秒後に地面に激突した。 2010年4月28日にも同じクルー、機体でトリポリに着陸しようとした時同じように不安定な飛行をしていたが教訓とはならなかった。機長が機種を下げようとした理由としては視界がない中で加速式機種を上げたことで転倒錯覚に陥ったためではないかと推測されている。また機長は自分が操縦すると口頭で副操縦士に伝えなかったために このような混乱を招いた。ありがとうございます。